今回も始まりました猫でロマンティック。私猫ビジョンの北谷重友と5番地雑貨研究所大北千尋でお送りします。はい、さあ、まあまあ前にはい、まあゲームの話をしたことがありましたね。はい、ありました、ありました、まあ、ああいう終わり方でよかったんかなと思いながら、いや分からない僕には分からない、はあ、今日はじゃあはい、はい、まあね、前回僕エースコンバットを熱く語る、そうですねって言ってやっぱ、はい、ちょっと確か楽しみに終わったんですけども、はい、今回ですね、はい、急遽予定を変更しまして、エースコンバットはないですか、どうですか、ヒストラーの復活まだマニアックなそれじゃなくて、それはそれでまあまあ好きですけど、大好き、はいはい、大好物なんですけど、はい、今回ですね、はい、ときめみキーメモリアルを噛んだね噛んだねあ、もう一回、ときめきメモリアルを語る。おお、ときめも語るんですか今日。語るか、はい、うん、ときめもって、まあ僕ね、はい、ときめきメモリアルは、うん、もう正直、うん、よく分かんないです。もう女の子に告白して好きだどうのこうのになっていく、なんかこう孤独ゲームやと思ってるんですけど、これね、はい、まあ、まあ恋愛シミュレーション、恋愛シミュレーション、はい、だけどシミュレーションって言うてるけども、はい、全く現実世界の恋愛とは全く違う、はい、全く違うんですか。全く違います。これはもうこのボランティアさんにね、偏見があるようだったんで、偏見ありますね。これはもうなんか一応なんですかね、ここはもう偏見を、はい、なんかね、取り除いておきたい。わかりました、うん、まあ言うたらゲームなんで、はい、実際やったら面白いんですよ。ああ、確かにね、ゲームですもんね。まあこれ前にも言いましたけど、はい、高校生活3年間で、はいはい、卒業式の日に女の子に告白してもらうのが目的だ。もらう、ああそうか、そういうタイプですね。向こうから告白してこなくちゃいけないわけです。それででも嬉しいですよね。まあ本物やったらね、はい、うん、そういうふうにこっちが仕向けていくっていうことですか。そうです、伝説の木の下で告白されるのが、はい、そこで告白されたカップルは幸せになるっていう伝説がある。そういうちょいちょい気になることもありますけどまあ、はい、まあ、とりあえずそういうね、まあ、伝説があるので、はい、で、あ、ルール的にはですね、自分、まあ、主人公は自分の、はい、まあ、ステータス、はい、ステータス、例えば、はい、かっこよさっていうか容姿のステータスであったり、はい、まあ、運動能力、運動のステータスであったり、あ、まあ、ね、勉強でも、まあ、理系であったり文系であったり、で、まあ、いろいろステータスがあるんですけども、はい、それをまあそうですね、上げていく、上げていく。で、実はですね、はい、まあ、ヒロインの藤崎しおり、はい、藤崎しおりフルネーム、はい、藤崎しおりで、みんなは初めたら、初めてやった時は、はい、大体まあヒロインがそれなんで、それを狙っていくんですけど、あ、実はね、はい、藤崎しおりの攻略が一番難しいんですよ。はそれはもう最初からいるんですか。幼馴染なんで、最初からいるんです。幼馴染ね、最初から登場するんですけど、それを狙うっては非常に危険だと、はい、一番難しい。なぜならば藤崎しおりを攻略するためには、はい、全てのステータスを上げないといけないです。相当全部上げなくちゃいけないっていうところで、まず難易度が高いんですけど、はい、実はね、ここに危険な要素があるんですよ。はい、で、例えば、運動のステータスを上げていくと、はい、運動の得意な女の子が、はい、途中で出てくるんですよ。出会いがあって。ああ、出会いがあるんですか。出会うんですね。はい、で、まあ、学校生活の中で、まあ、登場する女の子が、はい、増えていってしまう。あ、音楽が得意やったら音楽の子が出てくるってことですか。そういう流れですね。はあ、はい、そこで非常に危険なことが起こる。はい、実はね、現実世界ではありえないんですけども、はい、一人の女の子ばっかりデートに誘っていたら、はい、あ、実は他の女の子がですね、はい、やきもちを焼いてしまうんです。それなんすか。意味わからない。それあれですか、例えばスポーツ女子を責めてたら、うんうん、国語女子が怒るとか。実はね、はい、たまにまんべんなくデートに誘ってあげないと、まんべんなく、そう、不満がたまってきたら、はい、爆弾マークがつくんですよ。はい、でその爆弾マークが爆発すると、はい、その女の子を怒らせてしまったことがある。ちょっと待ってください。それってその
主人公を中心に前提みんなちょっとずつ好きみたいなことがもう起こってるじゃないですか。あ、実際そうではないんですよ、ゲームの中でも。だけど、はい、なぜかやきもち、なんでこいつがやきもちを焼くんだっていうあ、まあまあそういうふうに持っていかんと成立せえのか。で、一人の女の子の不満を爆発させてしまったら、はい、今まで頑張ってあげていた他の女の子に対する好感度も全部下がるんで。おお、ライバルであり、なんかこう共鳴するもんでもあるってことですか。共感するというか。ちょっとわかん、こう共感なのかわかんないけど、とりあえず好きな女の子の、はい、に対する好感度も上げながら、他の女の子の不満がたまらないように火消しをしに回らなくちゃいけない。めんどくさいっすやん。で、そこで藤崎さんを攻略するためには全てのステータスを上げなあかんということは、はいはい、なんかそのまあステータスに付随してる登場してくる女の子がいっぱい出てきてしまうんですよ。ああ、そうか。うん、上がっていくごとに出てくるからっていうことですね。そうとなるとですね、もう火消しは忙しいし、どっかで破綻してくる。で、そこなので、はい、初めてやった人がうかつにですねヒロインを攻略しようとすると、はい、まず攻略することができないっていう。ということは猫さんは一発目ヒロイン行ったということですか。行きましたね。だって知らないから。あ、ヒロインの藤崎さんを狙いで行くと、はい、だんだんもう積んでくるんですよ。あ、なるほどね。もう収集がつかなくなってしまう。そう、それは高校3年間は済ますことはできるんですか。済ますんですけど、誰も告白してこない寂しいエンディングになる。3年間もやって。3年間やって、まあ何時間で済むんでしょうけどね。まあまあそうなんですけどね。そういうこと。ああ、そういう卒業式寂しいですね。あんなに、まあ大抵の人は普通にそういう、まあまあ世の中的なんじゃないかなと思う。あ、やっぱ少なくとも僕はそうだから。ボタンをくださいとか、そういうことですか。告白っていうのはその伝説の木の下でボタンくださいはするんじゃない。第二ボタンがどんとかじゃないですけど、まあ告白 してくる、まあちゃんと声優さんがついてて声で、ああ、ドキドキ、うん、でそれを、まあ、攻略した時に、はい、シャーってあ、もう完全になんかあの何ですか、はい、ボス倒したみたいなと同じリアクションですね。まあ、リアクション的にはおっしゃー言って、そうですね、ボス倒した時と同じですね。それはもうだからあの何ですか、偏見とかっていうよりも、うん、そのほんまにやってきたことの積み重ねが結果に出た時のよっしゃでしたもんね、今のは。でも本当にね、はい、その好感度が上がってくると、はい、女の子のキャラクターの表情も変わってくるんですよ。ああ、そんなんなんで、はい、ちょっとずつこっちもなんか、おっしゃおっしゃみたいな感じで盛り上がって、あ、まあまあ、こう気持ちも作られていくんですか。なんか、で、それで、まあ、あれですね、僕はもう、まあ、全員クリア、はい、やったっていう。あ、そうなんですか。全クリしました、ね。すごいっすやん。どの子が一番好きでした。僕ね、一番、はい、あの好きな女の子がね、はい、片桐さんって呼んだの。片桐さん、片桐さん、何得意な。その片桐さんはね、はい、絵を描くのが得意。おお、クリエイティブなんですか。うん、クリエイティブな女の子で、なんか英語混じりみたいな喋り方をしてくる。ルー大島みたいなやつですか。違うな。違うか。ルー大島みたいな。違うけど、まあ、はい、まあまあ。まあ、英語を混ぜて喋ってきはるのが、はいはい、いやもうルーしか出てこないですけども。ちょっと待って、ニュアンスってじゃなくて、どんなセリフやったかな、ちょっと今ちょっと出てこないよ。いや、覚えてるんですか。いや、あの出てくる時はちゃんとセリフ付きで出てくる。はいはい、あのすごいですね。その人はやっぱり美術の時間でその授業とかをこう真剣に受けるというか、なんかステータス上げていくってわけですよね。美術系 の、 そのステータスを上げることによって登場する確率がまあ上がる、はあ、でそれが出てくる。で、告白内容とかっていうの覚えてあります？最後の。あ、でも告白内容は、はい、あれじゃないかな、告白して多分確かの留学に行かはるようなエンディング、ね、告白してして待っとけと、帰ってくるまで、うん、あのフランスかどっかになる。まあまあのドラマチックじゃないですか。まあまあドラマチックな、まあまあなんか残りますね、うん、それは記憶に。
はあ、もうその子がもうダントツ。あ、もう片桐さんダントツ。片桐さん、うん、もうツボっすわ、かなりもうかなりツボっすわ。あ、俺やったよかったな若い時に。今やってもなんかこうわーなります。なるかな。わかんないけど、まあそれやる時間があって、はあ、まあね、そうですね。だからまあまあやってるうちにはちょっと面白くなってくるかもしれないですね。片桐さんか、うん、誰がその幼なじみは難しかったと思うんですけども、なんかこう、まあ、誰がって聞いたところであれなんでしょうけどね。え、いやいや、まあ、片桐さんが一番良かったと、はい、中にはもうこいつクリアすんのめんどくせえなーっていうその興味ない人もくどかなかわけでしょ。あ、そうなんですよ。全クリアするためには別にそのどうでもいいのも一応クリアしときたいから、どうでもいい人をくどくって、うん、いや嫌なやつっすね。いやいや、僕は僕最低ですから。なんか世の中の、いやあいつも俺どうでもいいけどまあくどかなあかんしっておかしいっすや。そんな最低。いや、なんかちょいちょいそういうのが出てきますよね。いやいや、ゲームだから。あー、まあね、あの、ヨシオの妹が一番面倒くさい。ヨシオの妹ね。2年生になったらヨシオの妹が入学してる。それが増えよる。増えよる。それはもう強制的に増えよる。ちょいちょい、あの、そう、何ですか、いらんやつが出てくるときに何々しよるっていうのが入ってくるのが僕ツボなんですけどね。もうでもこれね、攻略的なことを言ってしまうとね、はあ、もう藤崎さんを攻略するためには、はあ、もう僕はもうたどり着いたらもうリセットしかなくって、はあ、そのね、なんだろう、文系のステータスを上げようと思ったら、はあ、だ、あの、メガネの女の子であれだっけな、わかんないですよ。出てくるんですけど、はあ、それはあの一定確率で出てくるから、まあ、セーブをしておいて、でステータスを上げる段階で出てきてしまったらリセットしてやり直す。でとことん出さないっていう。高校生活そんなんやったら嬉しいですよね。しもたえてリセットボタンを押して。でそれでできるだけそのなんだろう、ね、構う人数を、はあ、もう一定までに抑えることじゃないと僕は多分これ無理だと思ったんで、はあ、これね、今からときめもやられる方は藤崎攻略法はもうリセットしかないと。いや、じゃあやらないですか。やらないの。いや、わかんないですけども、うん、まあでももちろんその中古屋さんとか行けばあるんですか。手に入るでしょうね。あ、すごいな、なんかあんまりこう覗かなかった世界を今日はすごく何ですかね、眼球に押し込まれたっていう感じの、なんかどういうんですかね、これ見ようとしたっていうよりも、はい、なんかこう見せられたみたいな感じ、うん、これあの偏見は解かれましたか。もう、はい、もう素敵なゲームなんだなと、うん、もうで好みの人女性も分かりましたし、うん、はい、まあ、あのボスを倒すのと一緒ですっていう。そうですね、うん、もう決して片桐さんを追いかけるようなこう何ですか気持ちでやってたわけじゃないと、うん、僕も恋愛とかじゃなくて戦いなんだと、戦いみたいな、もう片桐綾子、綾子、綾子、綾ちゃんなんですよ。綾ちゃんって言うてやった。綾ちゃんって言うてしもたけど、なんかいいっすねそういう青春も。だからやっぱり猫さんはいい青春送ってこられたんですね、高校生活。いや高校の時やってないよ。もう僕男子校やったから羨ましいっすわ、もうそんな。何の羨ましさもない。もう女子もいいんかったし、もう。いやいやいや、もうボスを攻略してるだけやから。まあ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 ね、はあ、全然そういう風に聞こえなかったですけども。いやいやいや、まあまあ、今日はなんか、いや、もう聞いてくれはった皆さんももうこれ誤解が解かれたと思うんで。そうですね、はい、なんかその熱さが、うん、もう自分の立場をどうにかしようとした必死さにも聞こえることはないですけども、今までのラジオの中で一番喋りましたからね多分。ときめもの弁解なのか説明なのかみたいな。今日はもうバンバン楽しかったですけども、なんか僕疲れました。エースコンバットはまた話してくれるんですか。まあ後日、後日、後日、まあエースコンバットの回お楽しみにっていう。
はい、あ、いやもう偏った話になりましたけども、うん、まあたまにはこういうのもね、いいですよね。なんか僕も偏見を持ってた自分が恥ずかしかったですね、今。そうでしょ？はい、これで悔い改めて、はい、はい、面白いよ、コンバットを期待します。はい、はい、で、まあまあ、はい、で、そうですね、はい、またお会いしましょう。はい、 See you next time、 猫でコバーン。もうお腹いっぱいです、はい。